森代表青森山田。選手権では各4大会で3度決勝に進出し、うち2度は日本一。その存在はまさに高校サッカー界の横綱。日本代表柴崎岳、室谷聖など過去40人以上の J リーガーを輩出してきた。今年7月、インターハイの代わりに行われた県内の大会でも4試合67得点と圧倒的な強さで優勝した。近年の高校サッカー界を引っ張る存在として常に前へ進み続ける青森山田。チームを上昇軍団に育て上げたのは黒田剛監督。このサッカーというのはやっぱり得点をやっぱり奪うスポーツなので、それにおいてやらなくていいとか弱くていいなんていうスキルなんてただ一つもないと思ってて、やはりチームの総合力として本当にウィークを作らないうちの一番のチームの特徴かなというふうに思います。ウィークポイントを作らない、その意味を探るべく青森山田の練習に潜入した。全体の練習時間は2時間。まずは負荷の大きいトレーニング。体をいじめ抜いた後はすぐにリフティング。実は全員利き足とは逆でのリフティング。消耗した状態で逆足のコントロールを磨いている。全体練習後は自主的にウィークポイントの克服に取り組む。168センチの選手はヘディングシュート、キーパーはショートパスの練習など、選手によってメニューは様々。できないことをどれだけ取り組むかっていう、そういう考えは、全員が今日のイメージでやってるかなと思います。実際に苦手を克服し前へ進んだ選手がいる。県大会決勝16番シュート、ゴール、内間俊介3点目。チームを全国へ導いた内間俊介、実は大会前まで B チームだった。左足のクロスがやっぱり本当に1年間通してずっと言われて監督がついてたから、それが評価につながって試合に少しずつ出れたっていうのは自分のやってきたことだと思います。ウィークポイントだった左足のクロスを毎日練習し見事克服、結果 A チーム入りを勝ち取った。努力するっていうことは弱点というものをしらみつぶしに、探して、そこと向き合い、そこに時間をかけて改善を補っていくという作業。ここには必ず痛みとかストレスとかもうやめたくなるようなそういう切ない気持ちも伴ってくるものであって、きついことでも嫌だと思うことでもチャレンジしていく、あえてそれを自分たちで好んでやっていく、そこにうちの良さがあるんであって、そんな青森山田流の努力を象徴する2人の選手がいる。1人目は18歳以下日本代表候補2年生の松木玖生。前回大会1年生ながら全試合スタメン出場し、チーム最多の4ゴールで準優勝に大きく貢献。武器は正確な左足。柴崎岳と同じ2年生でエースナンバー10を背負う松木は、この1年ウィークポイントである体幹と肉体の強化に取り組んできた。個人的には、足がつってしまうってところも多かったんで、前回大会目覚ましい活躍の一方、試合終了まで走りきれず、悔しさのあまりこぼれた涙が前へ進む努力の原動力となった。すごく悔しい思いをして、より一層選手権でこのチームを勝たせたいという気持ちは増えましたし、自分なりの10番を選手権で見せれたらいいなとは思ってます。もう一人は18歳以下日本代表ディフェンダー藤原優太。圧倒的な空中戦の強さと1対1の強さを兼ね備えたチームを引っ張るキャプテン。そんな藤原について黒田監督は、
やはりね、最初細くてひょろっとした小さい子が入ってきたんですけど、その絶え間ない彼の精神力だとか努力家であるとか、全て彼はひたすら学んできたわけで、まあ、即プロに行っても通用するぐらい、ウィークポイントが見当たらない、すごくいい選手に成長してくれたなっていう感じがしますよね。3年間前へ進み続けたその努力で J1 浦和内定を勝ち取った藤原、迎える最後の選手権はリベンジの舞台だ。前回大会の決勝、1点リードで迎えた後半、そしてゴール前、カロー、カローのシュート、マークを振り切られ失点。全国制覇をあと一歩で逃した悔しさを忘れた日はない。大勢奪還っていうのを、目標に掲げて1年間やってきたので、それを必ず、結果で見せれるように全力で取り組んでいきたいなと思ってます。